抑えています。ワンアウト。2番バッター長谷川、ここは3球打たれたスライダーをどう使うか、あるいは使わないかという目線ですよね。さあここはどういった攻め方をしてくるか、3球目は何で来るか。速いボール、膝元決まってストライク、ワンボールツーストライク、ツーボールになります。内へ低めに変化しました。フルカウントです。さあ勝負してくるのか。外の球打った、取った、一塁送球、一塁アウト、ツーアウトランナー三塁とかあります。さあそして打席には荻野が入ります。さあツーアウトながらピンチは続きます。まあここは